こんにちは。こんにちは。そこだけね、あ、違う。これはちょっとギリ耐えてるけど、そう。ダンスで。別に開ける必要ないし。ちょっとなんか見せた方がいいかな。奇妙ダンス。はい。別にどこも見せない。私はそういうのじゃないの。私はそういうのじゃない。違う。露出を出して、そういうので見せるダンサーなんです。ちょっとそこだけ全面さらしてもらっていい？俺は別に興味ないんですけど、まあ、そのさ、あの人数あわかります、はい、その人数をちょっともう聞きたいんですよ。本当に正直に教えてもらっていいですか。私ゼロです。ゼロ今いいですか。19でゼロ。え、彼氏とか行ったことある。どれぐらいつけてた。半年とか。じゃあ半年間何すんの。暇やんけ。確かに彼氏さんは半年間パッチンパッチンまだかなもうここデートで僕は教室でプリント取り行くときも受験人数がされてます。あ、笑っちゃうよね。本当でも嫌なんだけど。じゃあもうそんなんいらない。ゼロじゃあゼロはないのよ。正直に言おうよ。ゼロです。ゼロはないの。怖い怖い怖いって何。怖いって何。あのさ、彼氏いる。わかんない。あの、まあ、別にいやらしい意味ではないんですけども、まあ、普通に真面目な意味の方でもうあの経験人数もう何回ニュース流せばいいの。神経衰弱ならいっぱい獲得してるぞ。彼氏は今何人か。元彼は2人で何したのその彼氏。その後はおっぱい見せてくれるの。なんか近いだろ。近いだろ。これすごくない。今日耐えてる。なんでここ友達なの。子供の友達。あ、子供友達。え、そういうことじゃない。何も言ってない。顔でしょ。何も言ってないよね。めっちゃ好きなんですよ。あ、でも今年3回目あるの。あ、マジで決まったことあるの。特殊なんない顔だから分かんない。なんで日本のファンの人にそんな集めたいんだよ。あ、でもちょっと真面目な方でね、経験人数ってなんだけど。ゼロ。本当はアイドルだから言えないんだよね。違います。わかりました。じゃあ本当はいるけどもゼロにしときます。ゼロです。じゃあ君は何。